浅波家に関わる怪しげな話。今日はね、お風呂に入る時の、お話、ちょっとしてみたいと思います。私ね、前も言ったのかな、この話。ちょっと覚えてないんで、何話も喋ってるんで、あれなんですけども。私、基本的にシャワーなんですよね。椅子に座って、足悪いんで、椅子に座ってシャワーだけ浴びて出るっていうか、ね、シャワー浴びて体洗って出る。そういう感じで。でもたまにね、月に一度ぐらい、お風呂入りたくなってね、命がけなんですけど、まあ、足が、あれなんで、入ったら、ゴボってね、こう沈んじゃって、こう、ガッと元に戻れない時があって、あ、すいません、ちょっと待って。ほんで、その時にね、ある日、お風呂、ね、湯船をいっぱいにして、使ってたんですよね。うん。で、まあ、お風呂の電気もつけてるし、脱衣所の電気もつけてる。で、なんかね、こう、扉の方を見てたら、風呂に入りながら、なんかね、黒い影がこう、遮るんですよ。あれって。単身赴任で今私、一人暮らしなのに、なんだろうと思って。遮るんですよ。遮ってもね、戻ってこないんですよね。あれだって、遮っても洗面所なんで、洗面台があるんですよね。だから、洗面台にぶつかるはずなんで、そのね、半透明なお風呂の扉の前を誰かが横切っても行けるわけないんですよ。おかしいなぁ。なんだろうなぁ。で、みんな通る、みんなっていうか、いろんな、こう影が、大きな影とか小さな影が、ずーっとね、通るんですよ。何があったのみたいな。大きな虫、いや、大きな雲、いや、それもないし、みたいな。うん。なんかのね、目の錯覚でバーッとなるのが何人も何人も、なんか、何個も何個も通るんですよ。おかしいなぁと思って。なんだろう。おかしいなぁ。で、そろーっとね、まあ、狭い風呂なんで、お風呂の中はそろーっと前に進んで、こう、パカッて開けたんです。誰もいないんですよね。変なこともあるもんだなぁって、また閉めてね、まあ、普通に、体を洗って、出て、体を拭いて、パッと洗面台の方見たんですよ。そしたら、洗面台のガラスありますよね。ガラス、鏡。鏡に、なんか黒い塊がぶつかったような、何個もぶつかったような跡があるんです。なんか、炭のような、なんかわかんないですけど、まあ、雑巾でね、パッと拭いたら消えたんですけども、お風呂入る前は自分の姿見てるんで、そんなものはなかったんですけども、風呂が空上がったらポタ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 ついてる。何だったんでしょうね、一体。まさか微粒子でした。